デモンエクスマキナをプレイしてみました。番外編の3回目になります。ナンバーはガンマと目打ちましてお送りさせていただきます。今回もフリーオーダーの中から大型イモータルに特化した戦闘になります。対するのは、リベリオンとアビエーターになります。それではスタートします。装備の方は前回前々回と同じです。実はここまでの画像は、使い回しております。申し訳ございません。ではブリーフィングを開始します。本オーダーはオービタルからの依頼となります。スカイユニオン支配領域内に大型イモータルリベリオンの侵入を確認しました。大型イモータルを破壊殲滅してください。それでは任務開始時刻までに準備を完了し出撃に備えてください。それではビデオ戦スタートです。弱点は膝の関節にあります突起物になります。あとは胸のところですね。それぞれ瞳孔に隠れていますので、まずは瞳孔を剥がさなければいけません。あとダメージは小さいんですけど、全体に弾が当たればダメージは残ります。やはりでも弱点を攻撃することが一番の痛みです。リベリオンは装甲は硬いですが動きは鈍重です。ただし突進と剣を振る動作、この2点に関してだけは素早いです。ただこの2点を注意しておけばダメージはそんなに食らわないです。他に攻撃手段として誘導ミサイルなどを打ってきますが、あまりダメージは通らないので気にしていません。完了しました。オーダーの達成を確認しました。機関シーケンスを展開します。
では、ブリーフィングを開始します。本オーダーは、オービタルからの依頼となります。中立区域内に、大型イモータルが侵入しました。大型イモータルを破壊、殲滅してください。任務開始時刻までに準備を完了し、出撃に備えてください。それでは2体目アビエーター戦の開始になります。アビエーターはとにかく機動力が半端ないです。ただしその分装甲は紙です。なので弾を当てさえすればなんとかなります。しかしその機動力がゆえに照準を合わせることは非常に難しいです。また一定のダメージを与えると分裂しています。片方はダミーで片方は本体になりますが、どちらが本体だかよく分かりません。ダミーの方はある程度ダメージを与えると消えます。確認しました。機関シーケンスを展開します。番外編第3弾いかがだったでしょうか。今回の2体はリベリオンとアビエーターでした。リベリオンは装甲は硬いが機動力に劣る。一方アビエーターは機動力に秀でているが装甲は脆いというとても特徴のある機体でした。なのでそれぞれかなり手こずりましたが、なんとか倒すことができました。もっと早く攻略できれば本当はいいんでしょうけど、
今の私の技量ではこれが精一杯になります。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。一応これで番外編も終わりという形になります。まだ大型イモータルは残っているのですが、残りはすべてオンラインの協力プレイの方になっていますので、それぞれ硬いんですね。これを動画にするかどうかはちょっとまだ検討中なんですけども、ご要望があればやってみたいと思います。それでは失礼いたします。シムスでした。